札幌ホールディングス株式会社はビールメーカーの札幌ビールや清涼飲料水メーカーのポッカス札幌フードビバレッジなどを参加に持つ純粋持ち株会社である2003年7月1日に札幌ビール株式会社から称号を変更した日経平均株価の構成銘柄の一つ音楽ビアプラザライオンは札幌ライオンの経営する ビアホールの一形態で飲食に加えて、主にクラシックの生音楽を聴かせる。若手演奏家の登竜門として機能し、赤星恵子、家田紀子、菊池美奈、蕎麦友恵子、牧野真由美、村上俊明、ヨ木タクミ、カライトール、古建ゆか子、滝田良子など日本でトップクラスの演奏者を数多く育て、輩出している。 開店記念日は1988年3月11日。東日本大震災の発生と同じ日ということもあり、震災後はチャリティーコンサートを活発に行っている。ABCDEFGHIJKLMNOPQRS、有価証券報告書第93期。エディネッツ、2017年10月30日閲覧。 第89回定時株主総会招集五通知38ページ、厚生銘柄一覧、日経平均株価日経インク、2021年10月8日、閲覧。ハゲタカとの戦いに勝利札幌ホールディングス会長、村上隆夫、NJ 出版販売、2014年9月27日閲覧。宮坂醸造株式会社の株式取得について、 札幌ホールディングス株式会社。2016年9月29日閲覧。ただし、同名の長野県にある酒造会社は資本提携の対象とはしない。札幌、米クラフトビールに本格参入枚社買収。日本経済新聞。2018年1月31日閲覧。AB、第95期優化証券報告書より音楽、ビアプラザライオン。 第93期優化証券報告書。札幌ホールディングス株式会社。2017年10月30日閲覧。平成26年12月期。第2四半期決算単身補足説明資料。札幌ホールディングス株式会社。2017年10月30日閲覧。ありがとうございます。